今日はGoTo に来てます。はい、今日はこちらの素敵なお兄さんにこちらの素敵なおかまいめがお店を紹介いたしまして、逆こちらのボサボサのお兄さんにこちらの素敵な美容室のお兄さんを紹介してヘアチェンジしていこうということになっております。よろしくお願いします。パーマの、うん、今日はとりあえずボサボサということでね。はい、うん、これはね、どんだけ伸ばしたのよ。これ1年半ぐらい伸ばしたじゃん。でも1年半でもやっぱ男の人だとこんな感じか。女性だったらもうさ、このぐらいに来てでもこうなっちゃうよね。すいません、そんなの見たことない。じゃあもう表現がだからね、オーバーにオーバーに。あー、なるほど。エンタメでしょ。あ、すいません、エンタメ。ごめん、どれぐらい切ってもらおうかな。そうそう、まっすぐに行った方がいいですよね。でもね、もう暑いし。ダメよ、変化ないと変化。はい、はい、でもだいぶ伸ばした。これはもうそうっすね、気に行きたいんですよ、ね、一瞬、まあそこでパーマってこれぐらいかなとは思ったんですけど、全然もっと行くとかであれば。これから暑くなるんだし、襟足いらないよ。襟足、そんなっていうか、まあこれのもうちょい短い版で爽やかな感じだとここら辺ぐらいやったりとか、うんうんうん、あ、こんなんいいですね、うん、これでメッシュで、メッシュ入れていって、はい、で、パーマもやります。やるやります。 OK です、わかりました、うん、ちょっとこれぐらいで、あとしっかり当てていって、はい、で、ハイライト入れる感じで、はい、よろしくお願いします。大丈夫ですか、はい、OK です、わかりました。じゃあ今日は音楽を目指しながら放浪の旅もしたタカポンということでね、そうです。でもなんか昔ながらのミュージシャンって感じのこのロン毛な具合がな。そうですね、暑苦しい感じのロン毛。僕もお揃いですけどね、うん、あ、もう1年もや。でも僕逆に1年近く切ってなくて、これぐらいに進んでるのかな。年齢とかあるんじゃね。だって私もちょっと今下ろすのめんどくさいからやらないけど、私もそのぐらいあるしね、今の長さ。あ、そうなんです、ね、あるんですか。あるよあるよ、長さ。あとでちょっと別テロップかなんかね、前々の髪の毛もねあれ20代だっけ。20代です。そうだよね、びっくりするほどお兄さんの方が若い。これのどこがこれのどこが20代なのよ。ねえ、27じゃない、絶対もったいない。なんか27歳感出さないとどうよ。なんか各地旅してきて、お目に聞いてんだよ。お目に聞いてますか。こっちに来てどうすんだよ。こっちは関係ねえや、こっち食べや。食べてないですね。食べね、めちゃくちゃいいです。あとコロナで止まってた時間が動き出した感が。そう、それはわかる。それは私もわかる。すごいです。やっぱできなかったものができてるからね、はい、今ね。うちらは私の時なんかは路上ライブの時代だったけどね。はい、もうやっとですね。でもなんか今思うと、だからそのなんか生のその旅も路上ライブもいいなと思うけど、はい、SNS がこんなに発達発展しちゃうと、はい、今なんかさ音楽でちょろっとさ、もうそこだけで有名になっちゃう人、インスタに載っけてるだ、 YouTube のショートとかに動画に載っけて、もう歌載っけて有名だから、路上ライブやってる人の方が少ないよね。あと路上ライブがさ昔よりさ、もうダメダメみたいになっちゃってるからさ、求められますよ。そう、だから許可取れるところはちゃんと取って。そうそう、バンド組んでるんですか。あ、一人でギター持って。あ、そうなんですね。大変です。そう、本日はギター持ってきてもらってます。ほんまに持ってきたよかった。そうそう、なかったっす。持ってきてはねす。一瞬遅れるかなと思ったんですけど。すごい、もうなんかなんかちょっとなんかそのぴったり切ると気持ち悪いで。なんかおかっぱみたいになってるもん、はい、おかっぱ、おかっぱみたいになってるよ。途中も楽しみながら。え、もうこれこのぐらい残るんですかこれ。いや、まだここはもうちょい切るんですけど、まあ、最初ちょっと荒切りで、あ、少しある程度長さを見て、ね、で、まあ、雰囲気見ながら最後の微調整をしていこうかなと。あとパーマをちょっともう外れっぽくはあるので。なるほど、ダメですよ、もう遠慮しないでズバッと言ってください。もう本当にありがとうございます。私もそうですけど、この人もこの若さでだいぶ汚れたので、これはみそぎです。これはみそぎです。みそがせていただきます。一回ちょっと綺麗に戻っていただいて、本当日本全国を。そうです、ライブで回って、ライブとか路上で回って。そうです、また今月の10日から、おー
出発します。お今月の10日から、今月の10日というか、まあ、今日は5月の1日ですけれども、はい、その10日からどこを行かれるんですか？新潟に行って、新潟、茨城に行って、関東全部回ります。あ、じゃあ次は関東回り。そうです、関東回りです。地震の影響で、あ、まあ、確かに場所がちょっとね、九州とか行ったらやっぱ迷惑にもなっちゃうので、だから次は関東周りに行って、で九州行って、どうせなんかそこまで言うなら、なんか別に何だろう、その路上ライブもそうなんだけど、はい、配信伸ばすためにももっと観光地巡りとかすればいいんじゃないの？ああ、まあそれもあるんですけどね、うん、なんかその金かけなくてもさ、はい、あの別に回れ、例えば大阪で言うなら大阪城みたいなさ、はい、別に中入らなくても外側回れるわけじゃん、はい、そう、そういう、今日は茨城に来たから茨城で有名などこどこへみたいな、水戸黄門の銅像行ってくるとか。確かにそんなのあるな、ツイートのために納豆の味噌汁飲んでくるとか。ああ人のために関東行くんでしょ？そうです。だから栃木で宇都宮の餃子通り行ってくるとか、うん、そうやったよ。行っちゃった。栃木は行っちゃったのね。行っちゃったんですよ。うん、行っちゃったよかった。そうだよ、そういうの行ってこないと、映えが足りない、映えが。映えは全く気にしない人生も本当良くない。東京行ったらなんかちょっと夕方ぐらいから暗くなりかけの、スカイツリーの、スカイツリーがちょっとさ綺麗な電飾になった時の背景で30秒歌ってる動画撮っとくとか。インスタ用とかストーリー用にね、はい、そう、あと浅草の雷門バックにとか。そっか、どこでも歌えるっすもんね、結局別に路上ライブするのと一緒やから。うわ、傷んでる。そうなの、ここは発想の経験のあれだよね。そうですね。だからこっちの美容師のお兄さんが、あの例えば新人だった時より、はい、今の方が自分の経験で発想や提案ができると一緒 で、はい、私も一応少なからず年齢と配信 YouTube の経験があるから、そうですよ、ね、こういうことはできるよっていう案はあるのよね、うん、そうそうそう、それがね、そう、それが足らないですよね、まだ、うん、せっかく日本一周回ってるのに、あのもったいない、もったいないですか？でいいの、あのでもそれは多分私も同じだったらそこまではできてないのよ。それを私も失敗してたりするから言えるってだけ。すごい、あの長いロン毛はどこ行った？これ爽やかに戻らないとね。かわいい感じ、ね、うん、かわいい。そう、今日これで終わりです。これで終わりですか？今日そうですね、はい、あ、それでいいんじゃないですか？まだこれで全国回ってきますか？やばい、なんかちょっと、うんこちゃんだよみたいな、うんこちゃんだよみたいな。なくなった。すごい、全然違うイメージ。お前ですか？うん、全然違う。やっぱり髪型って大事だね。でも急に輪郭出てきて、また顔一段とでかくなった。うん、ほんと。いや、ほんと。でもダメだね、それに甘んじて逃げてたんじゃないの。てか体重増えてるでしょ、だって。いや、これ増えてないですよ。ほんなの？多い、多い、多い。なんかさ、私もだってね、日本一周するときね、まあそれはファンの方とか、うん、だから観光地回るとやっぱり逆に そっちがよく悪い方向に転じちゃったけど、あの観光地の名物あるでしょ、はい、そうすると名物はせめて1個とかさ食べようとか思って写真も撮ろうって思って食べると、食事プラス要は15時におやつ食べてるみたいな感じよね、毎日ってなっちゃったら、なんと58キロだったね。だから日本一周した時は、はい、8年7年前だったけど、スタートで58キロだった体重が、2016年17年ぐらいから18年ぐらいにかけてやったけど、18年にはあの58キロだった体重が74キロになったから。16キロ増？そう、74キロになったから。すごー。そう、でもそのだけじゃないの、もちろんあのそのヒッチハイクだから、あ、今食べとかないと次食べれないかもって、ちょっと小腹しか空いてないのに食べといたら、あのスムーズに現地に着いちゃったとか。なるほど。でまた食べると。そう、あと、はい、もちろんファンの人も今よりは少ないけど、少なからず来てくれたけど、うん、あのその人たちがおにぎりを1個差し入れで持ってくるとか。そうするとおにぎりだったりすると悪くなっちゃうから、その場で食べちゃうじゃん。そう、あともっとさらに優しかったりすると、あの
コンビニかなんかでちょっとはもうちょっと休憩しようとかトイレ入ろうとかずっとコンビニから戻ってきたらそのコンビニを利用した一般の普通の人がリュック持ったバックパッカー的なね自分を見てもう差し入れ持ってくる、そしたらありがとうございますになる、ちょっと小話進んじゃうとその場で食べるってなると1日5食とかねってなったらいつの間にかもうみんな痩せるとかやつれるとかなんかこうげっそりしてね旅してるんじゃないかとか言っときながら終わった頃にはもうびっくりでかくなって帰ってきた、でかくなって帰ってきちゃった、いろんな意味で、そうびっくり、16キロ増はすごいですね、すごい、だ日本がさ平和なのよ、平和すぎたな、そうですね、そうですけどね、それでこそ一緒ですね、路上ライブしてたら、うん、もう広島とかもそうですけど、うん、これ食べてもみじまんじゅうめっちゃくれたり、あそうでしょ、めちゃくちゃいただきますもの、そう食べるものもそうですし、いっぱいいただきます、飲みも美味いし、うん、甘いのくれますよ、みんな、そうみんな考えることは甘いのくれますよ、そう考えること一緒なのよ、嬉しいけど、そうありがとうございます言いながら本当に一緒で、もうまんじゅうとかやったら悪くなるから食べちゃおうってね、車帰ってすぐ食べて、はい、とか、はい、でまた喜んで、うん、で一軒一ラーメンしてるから今一軒一ラーメンのあれは絶対にしないと後悔すると思ったんでそれも食べるし、ラーメンやばいじゃん、ラーメンやばいっすね、ね、そうっすね、ちゃんと汁まで味わうんで、うん、なんと体重は増えてないんですよ、あそう、見た目だけ変えてきてめっちゃ言われます、むくんでるんじゃないの、パンパンってことですか、うん、パンパンに見えてます今、うん、あ本当ですか、めちゃくちゃ言われます、体重は1キロも変わってないです、つく場所が変わったんかな、肉好きのか、その要は、うん、でも出ていく前にレッドブルとかめっちゃいただいたんですよ、あ、レッドブル、そうレッドブルをほんで1日2本3本飲むから、あのだから水分買うのもったいないから、うん、だからそれであのレッドブルってだって糖分でしょ、糖分、そう、やばいじゃん、やばいっすあの飲み物を変えようと思って先ほど見つかりました、はい、っていうかあれだよ、それこそあのボーカリストだったらもう水だよ、水なんかね、僕緑茶が一番の脳調子よくなるんですよ、あそう、まあそれはまあ個人の差があるからあれだけど、そうまあいいけど、あとコーラもめっちゃ脳調子よくなるんですよ、コーラダメじゃんコーラ、コーラえっそう、炭酸抜きコーラはめっちゃ喉にいいんですよ、ステージドリンクでする人もいるぐらい、怖いわ、なんかそのでも手の糖分、そうですだからそれに甘んじて飲んでるからこうなりました今回のこのロン毛は初めてですか、ロン毛初めてです、じゃあそれを今切っちゃったと、そうです、あの、うん、今の TOKIO の永瀬君みたいな、ああそうです、そうです、今引退したの、あんな感じになりたくて、うん、あそういうこと、髪の毛を伸び切ったと同時に、うん、僕は痩せるつもりだったんですよ、うん、それまでそれと並行でダイエットをして、ほんと永瀬くんみたいになればよかったよね、そうほんなパンパンだって書いてきました、だからさ、うん、なんとかゴーストライターみたいなサムラコーチ今の方がサムラコーチですよね巻き的に気をつけてそうですよ、一回り以上離れてます、そうあっちお兄さんの方が美容師のお兄さんの、どうやってそんな若く見えるんですか、え？ちょっと心がけかな、心がけですね、でもさそれだったらさ、うん、ここも見られ商売なわけじゃん、やっぱり汚い状態じゃさ、はい、お客さんも嫌がるわけじゃん、そうですね、ここも同じなわけでしょ、立ち位置同じなのになんでそんなにいや僕でもこの感じで、うんうん、この感じひげ生えてこの汚らしい感じで、うん、泥臭い歌ったらウケるんすよ、そうなんですよ、まあまあまあ、で今で言う例えばその、うん、ユーリさんとかの歌を歌うと、うん、別になんですけど、うん、泥臭いの歌ったらウケるんすよ、まあまあまあね、そうでしょ、うん、まあそれも卒業です、うん、路上ライブで BTS を歌います、はい、そういうあのアップテンポなやつのアコギバージョンみたいなやつすればいいんだよ、めっちゃかっこいいな弾いて、うん、すごいそうもうイメチェンよ、イメチェン、そう、何歳から音楽始めたんですか、僕が音楽始めたのは今トイレ行く、もう喋っていいから喋って、あ了解です、でも大学入ったぐらいで、そうです、もう何のそんなつもりもなく、父親が15の時に他界してるんですけど、同じ企業に入るために
大学に行こうと思って経営学科に行ったんですよ。でまあでもそれだけじゃ大学生活楽しくないなと思ったから、はいはいはい、音楽好きやからフォークソング部ってとこに入ってバンドとかもしてるんですけど、でそこでもう結構ガチなところやったんで、もうそれしかしない日々になり、もう勉強というかもうサークルの方で、そうですそうです、もうライブ活動だったりそうですをちょっと極めていこうと、で気づけば大学の就職セミナーを蹴り、僕も音楽やっていくんでやりませんって言って、でそこからが始まりですね。でフォークソングとの出会いで人生変わったみたいな。そうです、人生変わりましたね。うおー、すごい。もともとだから、うん、本当に普通に一般企業で働くつもりで、何のあれもなかったんですけど、そうです、すごいですね。でもそれで決めたことをねちゃんとそこでやっていくっていうのは、いやいや、もう本当に好き放題やらせてもらっただけで、コロナが来たじゃないですか。あ、そうか。そうです。で、コロナが来て、はあ、そのタイミングで組んでたユニットを解散したんですけど、で、何しようかなと思って一回音楽やめたんですけど、はあ、友達が配信の業界に引っ張り込んでくれて、お前は歌を歌ってないといけないっていう。おー、熱いっすね。そうそうそう、で、もう紆余曲折してマイマイさんに出会いました。そうです、だいぶ飛んだっすね。だいぶ飛ばしとこうと思って、うん、恋愛話とか。恋愛話ですか。モスタリ、モスタリ、モスタリ男の恋愛話。モスタリ男の、はい、恋愛話。恋愛話ですか。27年生きてきてどんな恋愛したのか、それとも恋愛経験少ないのか。どうなんでしょうね、はい、今公開できる範囲のこんないい女いた、悪い女に騙された、それが自分が傷つけたなどなど、いや自分の自分のセンスティブを守る範囲ここでもね、あんまNG がほぼないタイプなんで。え、じゃあ浮気不倫にしたの。いや、浮気不倫はね、僕そもそもあんまりこういうこと言うのはあれなんですけど、はい、どうぞ。人に興味がなくてですね。そうです。だからその浮気ぶりとかはもう全く考えたことないですよ。そうです。え、でもそしたら一人その付き合ってる人がいたらもうその人でいっぱいいっぱいとか、はい、あ、もうどちらかというその人がいいって。へー、そうです。だから例えば恋人がいない時も、うん、自分で頑張って探そうみたいなこともないです。常に欲しいっていう感じではないですね。気づいたらそういう感じになっててみたいなことが多いですね。どうしようかんかなみたいなことがなくて。え、じゃあ合コンとかナンパとかはないってこと。ないです、一切、一回もないです。ってなんかちょっとそこら辺でちょっと飲みながら話しかけてそうな。ねえ、あ、僕ですか。そう、いや、全くないですね。あ、そう。もうそれこそ男とばっかりいますから。やっぱりゲイ。ゲイじゃない。それも素晴らしいですよ、もちろん、うん、なんですけど、女性が好きなんですけど、うん、この女性のいる場にあまりいないですね。へえ、うん、まあ男といるのがいいって男いるからね。楽しいですね。楽しいです。確かに確かに、やっぱこう楽なんで、新しい人っていうよりはそんな感じですね。うん、ちなみに何かある程度付き合った人数とか何歳から付き合いだしたとか、ちょっとそういうタカポンズストーリーを。それこそストーリー、それこそ何て言うんですか、まあ一人本命ですけど、はいはい、ね、若かりし頃、まあ、付き合い別れがめちゃくちゃありましたね、はい、中学校の時とか。細かったです、まだ。細かったから。細い時はチャラつかったの。チャラくないですよ。チャラくないですけど、うん、細いからまだ恋愛対象に入れたというか、人の。あ、人の。そうです。そうです。その頃はそうです。でもそれじゃあさっきまで自分が言ってるのにポン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 女が来たってことじゃん。自分からは行かないんだから。自分からは別にあんま行かないですね。それなりつまり自分が元々だったってことでもいいでしたけど。ほっとごめんなさい、そうかもしれないです。いや、そんなことないですけど、いや、まあ、でも
自分からも多分言ってたんでしょうね、若かりし頃は。ああ、そう、それこそ十数年前の話だから、やっぱり今と性格も全然違うし、はいはい、今でこそやっぱそうですけど、20代でなんか若かりし頃なんて言われるとなんかちょっとねえ、ねまあ、10代はやっぱ若いじゃないですか。わかるよ。そうそうそう、20代の人は若かりし頃なんてもう言わないよ。まだ熱いこの間じゃん。本当ですか。そうだよ。もうだって13、4年前でしょ。いやいやいや、まあ、わかるけど。そうでしょ。だって7年前が20歳でしょ。7年も20歳ですね。え、そうです、もう7年も経ちました。まだウイルスだから今後半になってきてもやっともう、あの、若さを言わないなみたいな20代だと思うけど、だってね、3年前に25とかなんてもうピチピチだよね。ピチピチですよ、もう。そう、そうだよ、4、5なんて。だから別に今やっとなんかもう大人って感じじゃない。うん、老け込み度合いが早すぎるんじゃない。いや、ちょっと本当にそうなんですよ。でも僕の周りみんなこんなんで、すごいです。もうみんなも老け込んでます。そう、大人になってるんじゃなくて老けてるんですよ。疲れてるのかもしれないです、ね、もっとこう潤ったキャピキャピ生活してる。いや、潤ったキャピキャピ生活は一切しないです。なんかね、そう、だからそれこそ本当に20代前半もそうですけど、うん、前なんて気にしたことないし、こんな生活をそのとつけてるから、まあ、そこは自分のね、あれでいいと思うけど、自分の出したいあれでね、キャピキャピ生活って何ですか、逆に言うと。だから、あの、年上に甘えて、なんかいい生活送っちゃうとか、それこそ雰囲気や見た目も、もうこんな、何、こんな格好できないよみたいな感じを若い頃はするわけじゃない。あー、なるほど。色とかね、なるほど。そうだから、そういうのをしてないのかって。あと、もちろん遊びもそうだしね。あー、してないですね。結婚とかを考えず、別に人を傷つけない程度に、あー、例えば女性遊びがあるとか、服も、まあ、平均的に見る大人より若い服を着てるとか、そういう、あと遊ぶこともそうだよね。なんかもうそんな年でそんなクラブとかもそうじゃん。いや、じゃあ、まあ、別に何歳になっても私はそこは否定派ではないんだけど、じゃあ20前半の子がクラブでキャッキャッキャッキャ踊ってるのと、じゃあ60歳の人が今クラブでギャッコンやってたらびっくりしちゃうじゃないですか。まあ、そういう遊びをする人もね、ビップルームとかにいるかもしれないですけど、まあまあまあ、分かりやすく言いましたけど、どうなっつ、一切しないですね、今の。あ、そう、一切しないですね。死に行ったらもっと、だってオリジナルソングも作ってるんでしょ。作ってますね。じゃあそれの教養が増えるじゃん。あ、まあ、確かに知識が増える音に増えますもんね。そう、それは日本一周が終わったらなんか日本一周みたいな歌作ってみる。それは本当にしようと思ってて、そう、僕がその日本一周しようと思ったきっかけも、あの、一人のアーティストの人が日本一周をしたと思う。なるほど、私が。あ、そうかもしれないですね。そうかもしれないです。そうで、日本一周をしたと、でそれで作った曲があまりにも良くて、うん、その人が、そうですね、それを聴いた時に、あ、僕もしますって言って、で決めたんですよ。なるほど、なるほど。そう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 、だから僕も終わったら、そういう自分の1年一周通した、集大成みたいな曲を、人間を描く曲をちょっと作れたらと思いますね。と思うけどね、それに言います。こちらの、ね、あなたの髪を切ってるお兄さんも、あの、世界回ってたようなタイプですから。そうですね、世界までとは言ってないですけど、まあ、いろいろこうバックパックをしながら回ったりはしてました。で、日本にいただけの時より気分は変わったりします。あ、そうですね、そこはやっぱ全然、やっぱいろんな人との出会いだったり、やっぱ経験がすごいいい糧になりましたね。今を作ってるっていう感じは、まあ、よく言えばなりますね。回りながらもいろいろ楽しんだりもできますし、もうだからこの日本一周だから、日本一周してるとき楽しくてたまらないですもんね。それこそもうお金もないじゃないですか。お金もなければ、なんていうんですか、食べるものもどうしようかなみたいな考えるし、いろいろ考えながら行かなあかんし、ずっと歌ってるから喉は枯れ放題やし、車で寝てるから体調は崩れ放題やのに、楽しくてたまらないですよね、正直。なんか、だからこっちで甘えてるとかもしれない。もっとなんかゲストにして帰ってくればいいのにね。だからね。
いや僕もその予定だったんですよ、うん、友達にも言ってたんですよ、俺痩せて帰ってくるからここは。ほな分かってるんでしょうね、友達はみんな、お前は無理太って帰ってくる。そういうふうに言ってました。今すでにどこを回られたんですか。今は中国地方全部回って、あーはいはいはい、北海道も回って、北海道回ってで、東北も全部回ってます。へぇー、東京のあたりがね、ちょこちょこだけ回ってるんですよ。神奈川とか千葉とか。あれ四国とかは、四国とかは今回行く予定だったんですよ、5月からね、うん、でも地震の影響で、うんうん、もうど向こうがどうなってるか僕には正直わからないから、現地じゃないから、うんうん、だから一旦関東の方から行こうかなって。まずはね、まあ四国って言っても、まああっちのあれでしょ、あの愛媛寄りでしょ、そっちの方じゃなくて。そうだよね、そうだから、あの1日に、1月1日に石川県が大変やったじゃないですか。そうね、だから九州の方に帰ったんですよ、うんうんうん、でそれで準備してたんですけど、今度は九州の方で大きい地震があってしまったから、うん、ちょっと上の方から回ろうかな、うん、あそうです、あの何て言うんですか、はいはい、石川福井、うん、富山のことなんて言いますか、あの近畿、北陸、あ北陸も回りました。今は、まあ、石川とか富山の方行けないかもね、まあ、でも本当に本当にギューって狭まった川沿い、あ川沿い、海沿いの方なんだよね、うん、やっぱ ね、 そうですね。だって街中の方、本当にあの発展した街の方って言ったらちょっとあれだけど、あっちの方だって何にもなってなかったもんね、普通の道路は。そうなんですね。だ私だってほら支援物資届けに行ったから、あなるほど、本当にあの地震の起きた震源地の方まで行ったけど、そっちの方はもうありえないぐらいやばいの。本当にちょっとでも薄暗い時だったら、もしかしたらそのまま下に落ちちゃうんじゃないかみたいな道路が半分陥没してるみたいなのがあるわけ。そう、もう本当に家とかも丸々潰れてたりとかさ、そう土砂でもう4、5軒の家が丸々潰れてたりとか、そう普通にちょっとほらここら辺もちょっと山っぽいとこあるじゃない、この辺の地域も、あの山崖が全部こうなんか10軒ぐらいがズルズル落ちちゃってたみたいなとかあるんだけど、本当にちょっともう街中の方に、発展した街の方にずれると、なんか本当にここの街で地震起きたみたいな感じよね。だから本当地震ってすごいね、なんか。あれですね、前だってあの大阪も来たじゃないですか。あ大阪あったね。あ、はいはい、あの時僕大学生やったんですよ。あ大学生、そうあの時大学生やったんですでも大学行かなあかんなと思って横になってたら地震バーってきて、うん、で母親と一緒に住んでるんですけど、うんうんうん、その母親が倒れたかと思って、あの母さん母さんって叫びまくって怖かったですね大変でした。そっか、そうです、何年前って言うとそうなるのか。そうなんかうちらはもう大人になってる状態ね。でも、もうその日今やばかったです。家帰って死んだ後ね、もう怒ってすぐ毎日やから戻らなあかんから家帰ったら僕が寝てたところに全ての荷物が落ちてきてて、あ起きてなかったら死んでました。ここでやばかったです。なるほどね、奇跡まあ短くなりました。あ、いい感じ、さっぱり全貌。ヒゲはとりあえずまだずっと続けるんですか、そちらのおヒゲさんは。ヒゲ、これが僕の輪郭なんで、おお輪郭これ剃ってしまったら僕輪郭ここになるんで。あ、なるほどなるほど、ダメです痩せてから剃ります。だって痩せないんでしょ、はい、痩せたいですよ痩せたいって最近やっと思いました。真剣になんか痩せるさ企画すればええねん、はい、うん、もうね、でも何ご飯食べないと声出ないですもん。え、違うよ、だからご飯を食べてみるんだよ、うん、前々がだって今だってその 3,4 キロ落としたのは、はい、ご飯食べないじゃなくて食べる時間制限のだけだから、あの寝る前 3,4 時間は食べない、うん、だから寝る前食べちゃうのは絶対ダメなんだけど、だから、うん、それだけで3食食べたりとか、もうもりもり昨日とかその前とかもお肉食べるけど焼肉屋さんで、はい、だけど寝る、もうそこから逆計算して、あ今日はじゃあもう夜中の3時に寝よう、じゃあ食べるのは10時ぐらいまでとかで、じゃあ4時間前とかはもう食べないみたいな。それお腹空いて寝れなくないですか。あのね、それこの辺で結構やり取りしてる、うん、飲み歩きしてるね、うんうん、お客さんとも同じような話になったんだけど、うん、まさに本当同じで、最初の 1,2 ヶ月は確かにそれそうなるの、すごくもう、ね、眠たいのにお腹に空いたみたいな、だけど、ね、3ヶ月目とかになるとそれが平気になってくる、慣れですね、そう慣れ
大丈夫になってくるんだよね。その空きを待つみたいな体になって、はいはいはい、でしかもそうすると朝ごはんがもうキュルキュルになっててちょうどいいみたいな。そうお腹すいて逆に起きれるのか。そうそうそう、あなるほど、健康につながるのか。食べて寝ちゃうとやっぱり朝が熟睡になっちゃって、 いい意味じゃなくて悪い方のね、はい、そうだから寝起きが悪いの、うん、そうなの、うん、そんな手があったか。結婚願望ね、うん、結婚願望あり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 です。結婚願望はあってもだから自分から結婚したら相手がいないからお見合い行こうとかそういうのがないんだもんね。ないです。ただ今彼女はいるんで、うん、そう、その人とまあ結婚になったらしたんですね。やっぱりもうそういう時期だったんじゃないけど、今はまだ僕は音楽はしたい、うん、まだ結婚できるんですけど、やっぱり収入が安定してしないようにならないと、うん、それはじゃあ収入だから時期とか例えば30になるまでとかそういうんじゃないの？なんなのその目安というの、うん、一応昔決めてたのは30やったんですけど、ほう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 、やったんですけど、うん、やれるうちはやれたらいいかなって思ってはいます、うんうんうん、なるほどなるほど。でそういうタイプなんで終わっても、うん、だからもう歌を歌っててほしいって言ってくれるんで、うん、納得いくまでって感じです、うん、ありがたいですね、うん、いいんじゃない、そういう理解のある相手とかだったら、うん、そうですよ。そのだいぶそれでしんどい思いをしてきましたね、うん、そのしんどい思いをさせてきたのが正しいですかね、うん、元カノさんたちに以前の以前もその前もですね、うんうんうん、結局やっぱり音楽私より音楽を取るんだね。ああそういうのあるね。ね、仕事とかそれだ違うのよね。仕事と私は違うな。そう男の方もそうあるだろうけど、うん、そう違うのよね。そこ比べ方が。もうそうですし、もうだから普通の幸せが、うん、お互い好きやけど、うん、普通の幸せがいいっていう人と、うん、やっぱりまだ夢をかけたい人と、うん、でじゃあもう。別れるしかないねで別れることもありますし、うんうん、そういう人だって自分がさ同じようなさ、はい、選択肢迫られた時答えられるのって話よね、そういう人たちまあまあ、うん、まあそう考えたら確かにそうですね、うん、厳しいかもしれないですね。一般的にはねもう結婚してる年齢じゃ年齢じゃ、まあ、平均は高いかなもうそろそろ結婚できるね。周りの友達が結婚しだしたら焦るじゃないですか、うん、やっぱ女性は特にそうね、うん、女性は出産とかもあるから、そう、そこの問題があるから、うん、それだけは僕もなんかちゃんと考えないと、やっぱり孫の顔を見せてあげたいね。いやそれだけで幸せじゃないよねそうです ね、 そうね、私が好きな人ができて一緒になることがあっても子供はないんだから、うん、相手との幸せがベスト、うん、確かに、うん、次、今作ってる歌がそういう歌なんですよ、うん、幸せの形は、うん、決められたものじゃないかなっていう歌を歌ってますけど、うん、自分自身は考えちゃいますね、うん、幸せと、うん、いいんじゃない、いいんじゃない。まあ歌を歌えてるだけ幸せですけどね今、うん、あのまた治ったし、うん、これがメッシュなんすかって聞いてます。これがそうですね、今ハイライト入れていきます。ありがとうございます。はいですね、え届かないってことあるの？顔が大きすぎてタオルが届かない。そうですね、届いてはいるんですけどちょっと耳だけね、はい、届いたらいいんですいません、ちょっと大丈夫です。いいですよもうそんな優しくしなくて。はい、しのぶと一緒です。どうなのしのぶは、その自分がそういう真面目な職種からさ、あの音楽に行っちゃうことに対しては、しのぶはここ最近あった出来事ですけど、うん、甥っ子がね、うん、歌が好きなんです。あ、なるほどなるほど。で、甥っ子が歌が好きやから僕を呼ぶんですよ、うん、カラオケに、うん、で、一緒に歌うんですけど、うん、で、一緒に歌って帰って、うん、歌になったら、うん、あなたはまだ音楽やめない方がいいね、うん、やっぱり生で聞く声はいいねって、うん、
言ってくれるんです。どの角度で撮ってるか分かりませんけど、普段だったら絶対そういうのなんかもうあんたいい加減にしなさいみたいになりそうだけどね。そうです。いやだから私は先に死ぬから絶対に、あららら、あなたの人生のケツは拭いてあげられへんから、自分でケツ拭けるように やりなさいっていう。いいセリフだ、自分のケツは自分で拭けとよく言うね。なんかだから、あの押し付けも何もしない、あ、親が、そうです、なるほどなるほど、頑張れよっていう、なるほどね、です。すごい、なんかすごい、もうやっぱりもう全然違うわ。ほんまですか、補助がいいですか。そうね、でもこれはまだ完成じゃないでしょ、あ、もういいんじゃないかい、いいですか、いいんじゃないかい、すごい、もうさっぱりしたし、まあ、これからちょっともうちょっと季節が過ぎていくとジメジメからの熱々ですし、さっぱりとした部屋で、そうですね、はい、そうそう、夏を迎えたらなと、まあ、後ろ側もすっきり、あ、私映ってるっつって、ほら、いい感じじゃん。どうですか、あの久々の髪の毛を切った感想は。頭が軽いです。あ、なんかもう男臭い感想というか、なんかね、え、こんなおしゃれにしてもらえると思ってなかった、すごい、すげえ。じゃあ、あとはちょっと その流れからもうちょっとなんか身なりやら、はい、あとはあの中庭でさらにおしゃれにしていっていただいて、頑張ります、はい、あとさらにあれですね、今後の活動を飛躍していただいて、そうそう、頑張ります、頑張っていただけたらと、楽しみにしております。ありがとうございます。今日はイベチェンのタカポンでした。ありがとうございます。